ランダム。ランダムとは、事象の発生に、法則性、規則性がなく、な状態である。ランダムネス、無作為性とも言う。事象、記号などのランダムな列には、秩序がなく、理解可能なパターンや組み合わせに従わない。個々のランダムな事象は定義上予測不可能であるが、多くの場合、何度も試行した場合の結果の頻度は、予測可能である。例えば、 二つのサイコロを投げるとき、一回ごとの出目は予測できないが合計が7になる頻度は4になる頻度の2倍になる。この見方では、ランダム性とは結果の不確実性の尺度であり、確率、情報エントロピーの概念に適用される。数学、確率、統計の分野では、ランダム性の正式な定義が使用される。統計では、 自称空間の起こり得る結果に数値を割り当てたものを確率変数、ランダム、ベリアブルという。この関連付けは自称の確率の識別及び計算を容易にする確率変数の列をランダムシークエンスという。ランダム過程、不規則過程、確率過程は結果が決定論的パターンに従わず確率分布によって記述される進化に従う確率変数の列である。 これらの構造と他の構造は確率論や様々なランダム性の応用に非常に有用である。ランダム性はよく定義された統計的特性を示すために統計で最も頻繁に使用される。ランダムな入力や疑似乱数発生器などに依存するモンテカルロ法は計算科学などの科学において重要な技術である。これに対し、 では乱数列ではなく一様分布列を使用している。無作為抽出、ランダムセレクションは、ある項目を選択する確率が、母集団内におけるその項目の割合と、一致している集団から項目を選択する方法である。例えば、赤い石十個と青い石九十個を入れた袋に入れた場合、この袋から何らかのランダム選択メカニズムによって、石を1個選択したときに、 それが赤い石である確率は1、10である。しかし、ランダム選択メカニズムによって、実際に10個の石を選択した時に、それが赤1個、青9個であるとは限らない。母集団が識別可能な項目で構成されている状況では、ランダム選択メカニズムは、選択される項目に等しい確率を必要とする。つまり、選択プロセスが、母集団の核、メンバー、 例えば、研究対象が選択される確率が同じである場合、選択プロセスはランダムであるということができる。古代の歴史において、偶然性とランダム性の概念は、運命の概念と絡み合っていた。古代、多くの人々は運命を決定するためにサイコロを投げたが、これは後に偶然性を利用したゲームに発展した。古代のほとんどの文化では、ランダム性と運命を回避するために、 様々な方法の占いを行っていた。3000年前の中国人は、おそらく、確率や偶然性を形式化した最も初期の人々だった。ギリシャの哲学者は、長さのランダム性について議論したが、規定量的な形でしかできなかった。16世紀になって、イタリアの数学者たちは、様々な偶然性を利用したのゲームに関連する確率を公式化し始めた。 微積分の発明は、ランダム性の形式化の研究に良い影響を与えた。ジョン・ベンは、著書座のオジック・オブ・チャンスの1888年版で、乱数の概念についての章を書いた。その章には、二次元のランダムフォークを構築するのに、円周率の数字のランダム性を使う、ことも含まれていた。20世紀初頭、確率の数学的基盤への様々なアプローチが、 導入されたことにより、ランダム性の形式的分析が急速に拡大した。20世紀半ばから後半にかけて、アルゴリズム情報理論のアイデアは、アルゴリズム的ランダム性という概念を介して、この分野に新しい次元をもたらした。何世紀にもわたって、ランダム性は邪魔なもの、有害なものとみなされてきたが、20世紀にコンピュータ科学者は、 ランダム性を意図的に計算に導入することがより良いアルゴリズムを設計するための効果的なツールになることを認識し始めた。このようなランダム化されたアルゴリズムは最良の決定論的手法よりも優れている場合もある。多くの科学の分野がランダム性に関係している。19世紀、科学者は熱力学の現象やを説明するための統計力学の発展に 分子のランダムな動きの概念を用いた。量子力学のいくつかの標準解釈によれば、微子的現象は客観的にランダムである。つまり、実験において因果関係のあるすべてのパラメータを制御したとしても、結果のいくつかの側面は依然としてランダムに変化する。例えば、制御された環境に単一の不安定な原子が置かれている場合、 原子が減衰するのにどれくらいの時間がかかるかを予測することは来ない。従って、量子力学では個々の実験の結果を特定するのではなく、確率のみを指定する。隠れた変数理論は、性質が規約のランダム性を含んでいるという見解を拒絶する。この理論では、無作為に見える過程において、ある統計的分布を有する特性が裏で働いて、 それぞれの場合に結果を決定すると仮定する。物性物理学では、ランダムな系というと、乱れた系という意味合いがある。ランダムな系としては、長距離秩序のないガラスやアモルファスがある、短距離秩序はあるので、その意味では完全なランダムではない。では、観察される生物の多様性は、ランダムな突然変異とそれに続く自然選択に期する。後者は、 突然変異した遺伝子がそれを有する個体に与える生存と再生のための系統的に改善された機械の目に遺伝子プールにいくつかのランダムな変異を保持する。何人か著者はまた進化と発達には特定の形のランダム性、すなわち質的に新しい行動の出現を必要とすると主張する。いくつかのあらかじめ与えられたものからの可能性の選択の代わりに このランダム性は新しい可能性の形成に対応する。生物の特性は決定論的に、例えば遺伝子及び環境の影響下で、そしてある程度ランダムに生じる。例えば人の皮膚に現れるソバカスの密度は遺伝子や光の暴露によって決まるが、個々のソバカスの正確な位置はランダムに見える。行動に関しては動物が 他者に予測不可能なやり方で行動するために、ランダム性が重要となる。例えば、飛行中の昆虫は、方向がランダムに変化する傾向があり、捕食者が軌道を予測するのを困難にする。確率の数学的理論は、偶然性のある事象の数学的記述を形式化するために生まれた。もともとは、ギャンブルのためであったが、後に物理学と関連付けられた。統計は、 経験的な観測の集合の基礎となる確率分布を推測するために使用される。シミュレーションの目的のためには必要に応じて乱数やそれを生成する手段が必要となる。アルゴリズム情報理論は他のトピックの中で何がを構成するかを研究する。基本的な考え方はあるビット列がそのビット列を生成できる。 コンピュータプログラムよりも短い時かつその時にり、そのビット列がランダムであるということである、コルモゴロフランダム性。これは、ランダムなビット列は圧縮することができないということを意味する。この分野のパイオニアとしては、アンドレイ・コルモゴロフとその学生であるペイル・マルティン、イコール・レイフ、レイ・ソロモノフ、グレゴリー・チャイ・ティンラがいる。無限列の概念については、通常、 マルチンイコールレーフの定義を使用する。つまり、無限列は、それが、すべての再帰的に列挙可能なに耐えるときかつそのときに、限り、ランダムである。ランダム系列の他の概念には、再帰的ランダム性及び、種のアランダム性がある。ただし、これに限定されない。これらは、再帰的に計算可能なマルチンゲールに基づく。これらのランダム性の概念は一般に異なっている。 ことがによって示された。ランダム性はログ2いや円周率 π などの数値で発生する。π の小数部は無限の数列を構成し、循環的に繰り返されることはない。π などの数字は正規数であると考えられている。これは数字が統計的意味でランダムであることを意味する。π は確かにこのように振る舞うようである。 パイの小数点以下の最初の60億桁では0から9までの数字がそれぞれ約6億回現れる。しかし、このような結果はおそらく偶発的なものであっても、奇数中であっても他の数の規定での正規性がはるかに低いことを証明していない。統計学では無秩序標本を作成するために一般にランダム性が使用される。これにより、 完全にランダムなグループのアンケートで現実的なデータを提供することができる。これを行う一般的な方法には、くじを引く乱数表を使用するなどがある。乱数表は乱数の大きな表である。情報科学では無関係な、または無意味なデータはノイズとみなされる。ノイズは統計的にランダム化された時間分布を伴う。 多数の一時的な外乱から構成される。では、信号のランダム性は、ノイズと呼ばれ、信号源に起因する変動の成分である、信号に相対している。ランダムウォーク仮説では、組織された市場における、資産価格は、変化の期待値は、ゼロであるが、実際の価値は正、または、負となる可能性があるという意味で、ランダムに変動すると考える。より一般的には、 資産価格は一般的な経済環境における様々な予期せぬ出来事の影響を受ける。日本工業企画では集会の要素をランダムな順序に並べる過程、母集団が1から N の自然数からなるとき、N 通りの順序が等しい確率で選ばれるとき、その選ばれた順序はランダムな順序と呼ばれる、とランダム化を定義している。 選挙の投票結果が引き分けになった場合に、当選者を決定するための公平な方法として、くじ引きなどのランダム選択が行われることがある。政治でのランダム性の使用は非常に古い。古代のアテネでは、公職者は希望する市民の中からくじ引きで選出されたため、投票は行われなかった。日本では、室町幕府六大将軍、 足利義則がくじ引きによって選出された例として知られる。過去と未来のすべての出来事を知っている全能の神によって宇宙が創造されたというようないくつかの宗教における決定論的な考え方とランダム性は矛盾するとみなすことができる。宇宙が目的を持っているとするなら偶然性は不可能であるとみなすことができる。これは 無作為な突然変異の結果であるという進化に対する宗教的反対の根拠の一つである。ヒンズー教と仏教の哲学は、豪法や因果という概念に反映されているように、いかなる出来事もそれ以前の出来事の結果であるとしており、偶然性のある出来事や最初の出来事というものは存在しない。 いくつかの宗教では乱数期として認識される手続きが占いに使用される。おみくじは神の意志を知る手段としてくじを引くものである。数学的、政治的、社会的、宗教的な用途の大部分でランダム性はその本来の公正さとバイアスの排除のために使用される。システム内で明らかにランダムな挙動の原因となる以下の3つの メカニズムが存在することが一般に認められている。計算機による乱数発生機が出現する以前、統計上重要な十分な乱数を大量に生成するには多くの作業が必要だった。結果は時々収集され、乱数表として配布された。日数列のランダム性には多くの実用的な尺度がある。その中には頻度、複雑性に基づく、 またはこれらを併用した尺度があり、コック、フィリップス、ユエン、ホップキンス、ベスダイ、ムント、マーサリアザマンのテストなどがある。量子非極所性、クアンテムノンローカリティは指定された数列の真のランダム性の存在を証明するために使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。